ハヤトの野望チャンネルへようこそ。ペットホテルを経営するゲーム、ペッツホテルプロローグ、今回もプレイしていきます。はい、というわけで今回何をするかなんですが、前回ですね、ペット用の部屋複数用意して少しだけお金稼げる体制作りました。窓口担当も雇ったんだよね。なんですが、全然まだね、最高に儲けられるペットホテルできてないんで、今回はまず従業員をもっと増やしていこうと思います。というわけで早速ね、前回募集をかけたところに申し込んでくれた人がいるんで、履歴書を見てみようと思います。エマリン・ギブソンさん、動物管理人をやってくれるって1日あたり400円。もう住所も経歴も何もわからないけどな。これじゃあ採用。やってくれるのであれば何でもいい。従業員は明日から来てくれるっていうことなんで、今日までは自分でペットの世話しないといけないですね。お前しっかり働いてるか。お、やる気あるぜみたいなのが頭の上に出てるね。いいね。よしよしよし。で、今部屋は何部屋あるかっていうと、1、2、3、4、5、6、6部屋あるんだね。で、ここに7部屋目をちょっと作ろうとしてるのかな。そんな感じだね。まずい、お金がなくて部屋をこれ以上拡張できません。仕方がないんで、もうちょっと建物の備品売っていくか。これいらないだろう。よし、明かりも売ろう。もっといろいろ売れるものはあるはずだ。この部屋も使われてる様子がないから売っちゃおうか。結構お金になると思うんですよね。で、ここはもともと従業員用の休憩室があったんだけど、ちょっと壁とか天井とか売っていってみようと思います。よし、いいぞ。少しお金が貯まってきました。いいね。まあ、若干ちょっと殺風景な家になってきたけど、よし、これでいいぞ。で、今日はまだ従業員がいないんで、自分で世話をしていかなくては。よし、ジェシー、いい子だ。ブラシをかけてやろう。でかいな、お前。よし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 。ちゃんと家に帰ったら、もう一回ここで預かってほしいわんって言うんだぞ。ジェシーは鶏肉が好きなんだね。おいおい、従業員が勝手に休憩入ってて電話受けてないんだけど、ふざけんなよ。しょうがない、自分出るか。はい、もしもし。こんにちは。明日からペットの予約をしてもらえないでしょうか。はい、いいですよ。ジュリア。犬だね。あ、OK です。はい。肝心の電話の時にいないって、従業員、お前聞こえてたろ、絶対。休憩室もないとこすまねえが。仕方がないんで、僕が部屋を取ります。ジュリアな。日数は3日間で犬。爪研ぎもしてほしいようだね。あれ、もう部屋が足りない。あ、犬用の部屋もう全部埋まってんのか、これ。しょうがないんで、ちょっともっとお金を作らないといけない。もう預かれるだけ預かりたいからな。事務室のサイズを小さくすることで、だいぶお金が稼げました。OK。どうやら従業員は仕事に戻ったようなんだけど、登録してくれてるかな？してねえ。なんでだよ。俺が受けた犬猫登録しとけよ。あれ？ああ、登録が遅すぎて断られちゃったみたいですね、お客さんに。なんてことだ、部屋増やしたのに。くっそー。屋根まで売って部屋作ったのに。もうしょうがねえな。明日以降に期待するしかないようだ。今日のところは寝ておきましょう。はい、というわけで翌日になりました。従業員も2人になりました。エマリン・ギブソンとエディ・ウォーカー。これでワンゴペから解放されることになりました。ちょっとお客さんもびっくりするかもな。正面から入って奥に壁ねえんだから。ほら、早く電話出ろ。新規のお客さんだぞ。急げ急げ。お、お客さんが来た。受け取りに来たみたいだね、ペット。お、1400支払い来たー。素晴らしい。世話全然できてないけど。はい、無事にペット返すシステムができました。お、結構喜んでくれてるじゃん。ただ8部屋あるうちの3部屋しか埋まってないんだよな。どうすれば依頼受けるだろうか。よし、ちょっとしっかり色を塗っていこう、壁に。今アスファルトむき出しなんで、その辺がちょっとお客さんに影響してるのかもしれない。あ、いいね、だいぶっぽくなった。で、あと部屋の中もちょっとむき出しなんで、ここにお客さんが喜びそうな色を塗っていこう。どんなのが喜ぶんだ。いいんじゃない。あ、いいね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 。あ、だいぶいいじゃん。っていうか今までがひどすぎなんで。あ、めっちゃ世話してくれてる。いいぞ。ペットたちもすごく喜んでくれてるみたいだね。今まで世話が追いついてなかったからな。地獄のワンオペで。ただやっぱり空室が目立つな。何かお客さんが増えそうなものをちょっと探してみよう。おい、電話来てるぞ。早く出ろ、早く出ろって。電話来てるぞ。エディ、エディ、いいよ。よしよし、これで4部屋目埋まりそうだね。8部屋あるんだぞ、8部屋。
今ちょっとお金入ってきたからな、小銭が。置けそうなもの。天才的なことに気がついてしまいました。電話機が新たに置けるんで、電話機を大量に追加しよう。こうやって。電話機をたくさん置けば、その分客からの依頼も大量に入ってきて、別店舗と思わせつつ同じ店舗っていうシステムです。はい電話6台にしてみました。これで注文も6倍入ってくるはず。いや、ペット商売ボロすぎだな。これ電話を待とう。6倍の勢いで入ってくるはずだぞ。問題はそもそも一切電話が鳴らないことぐらいかな。ちょっと不満溜まってきてんだけど、ちょっと従業員用の何か置いてみるか。お金がないんだよな。水ぐらい飲めた方がいいと思うんだけど。ちょっと売るか。ちょっと壁打ってみよう。うん。福利厚生もバッチリです。なんと水が飲めます。トイレはありません。使ってくれな。飲み放題だから使ってくれな。お、使うか、ひょっとして。通りすがっただけだった。全然電話なんねえな、6台もあるのに。一件ぐらい引っかかってくれても良さそうなもんだけどな。あー、疲れて休憩に入りました。どうやらお昼ぐらいに休憩に入るみたいだね。さあ使ってくれ。水飲んでいいぞ。飲まねえ。なんでだよ。電話だった。鳴ってる。うん、おい、ふざけんなよ。6つ電話置いたら6回線同時に鳴ってるんだけど、これ回線同一じゃねえか。電話たくさん置いた意味一個もないんだけど。じゃあこれ出てみるか。はい。はい、もしもし。こんにちは。明日からペットの予約をしてもらいたいのですが。意味ねえ。従業員が出ねえから意味ねえんだよ、これ。犬だね。犬の路地。はい。いいですよ。サボってるやついるから仕方ないんで僕が登録します。4日間犬。詰めとり。あれ？部屋が足りないみたいに言ってるぞ。あ、犬用の部屋埋まっちゃってんじゃん。しょうがない。猫用の部屋一部屋解体するか。あー、また間に合わなかったっぽい。なんてこった。犬ばっか受けやがって。とりあえず、全財産使って電話置いたんで、これをちょっと削除しようと思います。あれ？電話売れないのか、これひょっとして。おいおい、やめてくれよ。あ、電話売れねえ。くそ、これ。無駄に置いた電話がそのままになってしまった。お、鳴ってる。受話音を変えてみました。なんで出ねえんだよ、早く出ろよ。何腕組みしてんだよ。出るかな、やめとくかなみたいな。やめろって。どの電話出てもいいから。よしよしよし。一斉に鳴り止む電話。回線が一緒。これじゃ全然お金が儲からないぞ。どうしよう。はい、というわけで次なる施策ができました。じゃじゃん。はい、このペットボトル全然売りがなくて、お客さんが選んでくれる理由がなかったので、高台にめちゃくちゃ景色のいいところでペットが休める部屋作ってみました。ここの階段から登っていって、この孤立した部屋、ここでねペットが景色のいい中でくつろぐことができます。ちなみにね、資金がなかったんで窓ついてないから若干景色は感じられないかもしれないんですが、まあでも登っていくときにね景色を感じられると思います。ただですね、これ建てるのにかなりお金がかかってしまった関係上ですね、少し入り口の方が寂しくなりました。具体的にはですね、入り口の壁しかなくなってしまいました。入ったらちょっとスカスカではあります。まあそれでもね、これで売りができたんで、世界一景色のいいペットホテルっていうことでね、やっていけるんじゃないかと思います。さあ、お客さん来てくれるかな。よし、明日にしてみよう。はい、というわけで翌日になりました。最悪じゃねえか。雨降ってんだけど屋根ねえんだぞ、うち。ふざけんなよ。ふざけんなよ。間違いなく従業員だけど、ここだけ屋根がありますね。ちょっとここでくつろいでみましょう。ちなみに正面にあったペット商売ボロすぎっていう看板も売りました。全てを売っている。お金が入ってくるタイミングが少なすぎなんだよ。というかこの申し訳程度のドアももういらねえだろってちょっと思うんだけど。足元の悪い中すいません。あ、預かって。行くか？高台ホテル。どうなる？さあ、どうなる？どうする？おい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 。俺の渾身のあの部屋は使ってくれないのかよ。ちょっとだけお金あるから、なんとか屋根張ってやるか。ちょっと待っててくれな。お前のために今、天井張ってやるから。屋根できました。素晴らしい。福利厚生完璧だな。お、電話鳴ってるぞ。屋根あるからな、安心だ。
さあ犬か猫かどっちだ。お、001号室に猫が入ることになりました。来た。明日が楽しみだ。お、今日は晴れてるな。じゃあ屋根はいらないだろう。また雨が降ったら天井つけてやるからな。しっかり働いてくれ。このエリアももういらないかもな。もう PC もいらないだろう。猫来た。さあエディ、この客うちの売りに惹かれて預けに来た客だぞ。しっかり頼むぞ。お客様どうもいらっしゃいませ。ようこそ我が青空ホテルへ。曇り空だけど。さあ最高に景色のいいところに部屋ができました。使えるのか。お、使えてる使えてる、いいね。あ、なんかすごく満足そうだよ。大満足じゃんクレオ。いいね。問題コストがかかりすぎてるってことだけど、この建築費用。全然ペイできねえ。はい、入ったお金で少しホテル整えました。見てください、打ちっぱなしだったコンクリートペンキでしっかり塗りました。さらにですね、こっちにあった入り口ちょっと売り払って入り口簡易化しました。なんか進めば進むほど店が豪華じゃなくなっていってる気がするんだけど、再び壁できました。天井はね、さらにお客さんが入ったら設置する予定です。上から見たらこんな感じになってます。じゃん、ちょっとホテルっぽくなってきたな。再び一番開始時が良かったまであるんだけど。さあ翌日だ。あー、ここまでか。プレイしていただきありがとうございました。このゲームまだ発売前のタイトルで体験版なんだよね。どうやら今回の僕の冒険ここまでのようです。やっと若干復活してきたとこだったのにな。またね、製品版が出たら世界一モンガルホテル目指して作っていこうと思います。というわけで今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。